拒否帰りたちは、中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の総合兵大将。本名は、許徳家。人民解放軍の総合部隊の創設者。1925年5月、調査師範学校在籍時に、中国共産主義青年団に加入。同年9月、中国共産党に入党。1926年春、候補軍艦学校に入校。 1927年7月、国民革命軍第四軍砲兵への見習い牌、長。8月、高青年度において、南章機議部隊に加わり、牌長、連長代理を務め、海将と三河等の戦闘に参加した。1929年10月、中共中央により、高古革命熱末地に派遣。1930年2月、 中国高農工軍第六軍の創設に参加し、軍参傍長、第十七市政委員、市長等を歴任した。高校を中心とする小学生イケルクを開拓し、反、過い遺作戦に参加した。1932年春、重傷を負い、ソ連で治療を受けた。在祖期間、国際霊人学校と、東方勤労者共産大学で学んだ。 日中戦争勃発後に帰国し、高日軍政大学訓練部部長、教育長、第三文工校長を歴任し、軍政幹部を教育した。1941年1月、中共中央革命軍事委員会参謀部部長に任命され、延安交通司令、防空司令、永樹司令を兼任した。その後、八祖寺軍第124独立、第二度々、 長県新水軍区第二軍文区司令員となり、豪彩、新地、安則、弁積一帯で遊撃戦を展開し、港日熱地を拡大した。国境内戦初期、進水軍区第三重隊司令員を務める。1947年8月、第三重隊を率いて、甲賀を溶かし、西北野戦軍に編入され、砂家店、信ぶよ、よろし川等の戦役に参加した。 1949年1月、軍長、7月、第二兵団司令員に任命され、古装南部大主力を撃滅した、タスクマユ戦役中、敵後方を迂回して、退路を遮断し、戦役の勝利に貢献した。引き続き精神時、乱州南山の敵陣地を攻略し、甲賀大橋を占領し、第19兵団と共に、敵守備隊を撃滅して、乱州を解放した。 中華人民共和国建国後、総甲兵創設の命を受け、1950年6月、総甲兵司令員に任命された。拒否帰りたちは、技術なければ、総甲部隊なしとして、軍事技術を重視し、広志勝学校校長と総甲兵学院院長を兼任した。1955年9月、大将の階級を授与される。1956年、 中共大八回中央委員に選出。1959年9月、国防部副部長。文化大革命中に迫害され、1969年6月3日、北京で死去した。ありがとうございます。